完成だ。ちょっと手からせようか、上薬塗って。テッカテカにしよう。完成しゃあ。あ、待って。手紙3通も来てる。マネーソンからの手紙が。展示室の宣伝に関しては、右側の宣伝ボタンをクリックして宣伝ルートを選択すればいいです。これは次の展示日の観光客数を増やして、展示室の人気を増やすのに大いに役に立ちます。ありがとう、800円。お、何これ。安徳楽。中華の鉄人。ねえ、友達と一緒に展覧会に見に行きました。キュッポン級、この作品は素晴らしいです。私はそれに恋をしたと思います。購入できますか？やった！売れる売れる！キュッポン級売れるよ。もう速攻で売るね。3800だって、やった。ありがとう。大事にしてね、キュッポン級。あなたはもう自由な創作能力を持っています。カスタムパターン機能を試してみて、これはもっと自由な空間を発揮するに役立ちます。だって。お、やった !3800! やるー。さあ、参りましょう。もうすげえでかくしよう。もうフルで。ちょっと最初ね、画像読み込み機能を試してみたいので、お試しでまず、画像見やすいような形にしましょう。もうサクッといこう。サクッと。サクッ。さあ、バーニング。おい、よし。いいぞ。カスタムパターン。来ましたー。これで行きましょう。待ってますねー。ちょっとなんか細長い感じになるな。できた。ちょっと怒りの赤をつけましょう。もう怒ってるんだぞと。どう？燃えてるよ。これじゃない！一貫！いいねいいねちょっと欲しいよ、俺これ。そうだね。違うそうじゃないでしょうか。違うそうじゃない。楽しい。よし、もう一回行こう。まだいっぱいあるぜ、画像は。あえてね、画像を歪めさせるっていうのはありだよね。シンバルかな？いいぞいいぞ。よくわかんないのできたな、また。さあ、画像をここにペタッと行きましょう。風景もある、風景。風景系行きましょうか。写真。これも使いたいんだけどな、これ。これ使いたいんだけど。わ、すごい圧倒的強者感。あ、これもね、フリー素材でね、提供していただいて。まあまあ、やっぱこうかな。こうだな。もう噴火してますよと。怒り大爆発みたいな感じのね。うん。そんな感じを出していきたいね。いやーもう、すごい。もう、元ネタがもうすごいもん。この人の、顔力。もう、目力でとどまらない顔力ね。でも、この人見たことあるよね。なんか、ウェブの記事とかでよく見る人だよね。これがやりたかったんだよね。プライバシーに配慮しておきましょう。はい。おーし、できた！完成だ！ちょっと手からせようか、上薬塗って。テッカテカにしよう。完成！しゃあ！怒り。おーし、できた！いやー、いいのできたなー。なんかこの、いいもの作った時のやり遂げた感が今すごいあるわ、ね。お、宣伝が効いてもっと多くの鑑賞に来たって、やった。いやー、気持ちの光具合いいですね。さあ、怒りを映してくれ。違う、そうじゃない。怒りは怒り。お、すごい、幸運の壺すごいぞ。おー、新記録、やった。あれ、怒り全然映んないんだけど。怒りは怒り。あ、来た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 。怒ってますねー。じゃないですか。おーおーおお。気持ちもすごいな。素晴らしい。さあ、次もね、ちょっと俺考えてるんだよね。使いたい画像があるからさ。よー。あ、いいね、いいね。よー。はーい。ここの細いところ絶対折れるよね、これね。さあ、ここで私、今回入れたいのがですね、これなんですよね。うん。これをこうちょっと。
覗いてる感を出したいでしょ、こうやってね。いいんじゃないですか。そうそう、これこれやりたかったんだよ、俺。はい、できました。いいんじゃないですか。うん、 OK です。焼結。うわぁ、父さんが燃えてますよ。怨念が怨念にしましょう。さあ、あ、でもあと一個作れるのか。じゃあ次、ラスト作品にしましょう。今度いろんな画像をつけたいな。いっぱいつけたいので、もう表面積またでかい大きいのにしましょうか。昔あった新年号のジャンプで漫画家さんがみんな勢揃いしてるみたいな、あんな感じのを作ろう。でもちょっとこう。お、なんかちょっとおしゃれ感出たよ。なんか、あ、ちょっと失敗した、やばい。なんかほら、ろくろでさ、このちょっと手を入れ加えたら途端におかしくなるっていうのを今すごい俺身をもって体験してる。あー、おかしくなった。さっきよかったのに、もう。はい、これにしよう。もうちょっとあまりやりすぎるともっとひどくなるから、やっぱこれかな。あー、いいね。ありがたい、ありがたい。よし、ここにじゃあいろいろ貼っていきましょう。まずセミ男から。あのセミ男かっていう、ビールの醸造工場の人。うん、この人は重要だと思うんだよね。で、ここに当然在庫で壺もあるわけですよ。ここに壺も、ここにこう置いときましょう。こうやってね、壺もあるんすよって。で、ドローンは使っちゃいけないね。いくら空だと言ってもね、うん、飛行機とか邪魔になるからドローン使用禁止です、ここ。あ、まだ壺あったわ。あと万引きは犯罪ですぐらいしかないな。よーし、オールスター大集合です。まあ彼らはでも出したいよね、やっぱりね。ちょっとちっちゃくして、こっち側とこっち側かな。こうするとちょうど、あ、違うか、こどんな感じだ。こうするとちょうどいい感じ。ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。この壺買いたくねえなー、これ。焼結きたー。悪徳販売が燃えてまーす。できたー、いいねー。これをさ、本当に作ってくれるサービスみたいのがあったら面白いと思うんだけど、ウェブサービスでね。天空の勇者たち完成です。じゃあ最後、雑誌の宣伝して終わりましょうか。ステイゴー。はい。あれ、あれ、俺これ出したっけ。あれ、俺怨念出したっけ。あれ、あれ、なんで俺怨念、あれ、天空の勇者たちはなくなっちゃった。マジか、残念。あ、あれ、あるわ。あ、どこ書いたんだっけ、俺。なんか、よくわかんなかった。まあ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 、いいでしょう。天空の勇者もいるし。おー、肝つぼが79、すごいね。人気爆発。いや、真面目なのを作るのも多分、ね、できるわけでしょ、このゲームは。俺、作ってないけど、真面目なの。できるわけだよね。あ、マネーソンから手紙来ましたね。陶芸館の収益については主にショールームの入場料を稼ぐことに頼っており、右側の財務メニューには料金が設置されており、あまり高くならないよう注意して、多くの観光客が会計をしないように注意している。一文が長い。息継ぎさせて、切符の値段の工程は主に展示費のレベルにかかって、頑張って！食い気味にね。はいはい。500円ポッチかよ。あ！はぁ！肝つぼが売れる！白兵衛さん。私はあなたの店内を見に来ました。肝つぼ、この作品は素晴らしいです。私はそれに恋をしたと思います。入手できますか？微妙に安いけどね、肝つぼ。いいよ。売る売る売る。ありがとう、買ってくれて。いやー、面白かったー、これは。ほんとね、人の数だけいろんなつぼを作れるね、これはね。はい、ということで、陶芸マスター、今回やってきました。はい。面白かったですね。久々にこんな笑ったわ、俺。はい、ということで今日はじゃあここまでにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。またね、興味の湧いたゲーム、やってみたいゲーム、またこうやって突発でやってみると思いますので、よければまたぜひ見てください。はい、ではよければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もぜひぜひお願いします。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。皆さんご視聴どうもありがとうございました。楽しかったです。バイバイ。